皆さんこんにちは。今回は念願の鬼滅の刃のスイーツパラダイスのコラボの方に行ってきたので、今回はちょっとしたレポート、グッズの紹介をしていきたいと思います。では、早速紹介していきます。はい、ではまず最初にこちらのランチョンマットの方をもらってきました。こちらはですね、もう入場時に、なんて言うんだろう、特典っていう感じで渡されました。全部で2種類なんですけど、まず最初にこちらの6人。そして、こちらが6人プラス、6人プラス柱っていうか、かまぼこ隊と柱のやつになってます。で、こっちが、なんて言うんだろう、ミニキャラ？デフォルメだっけ？デフォルメですよね。で、こっちが、等身のやつで、今回のスイーツパラダイスコラボは、まだ第1回目なんですけど、どちらかといえば、まあ、この6人がメインって感じだったので、多分次あたりは柱がメインのカフェになるんじゃないかなって思います。もう2回目まで予想しちゃってるんですけど、はい、ランチョンマットもらってきました。あと、これからスイパラコラボの方に行く方は、なんて言うんだろう、ランチョンマットを入れられるケースみたいなのを持って行った方がいいと思います。やっぱり丸めても別に大丈夫なんですけど、一番綺麗に持って帰れる方法ってケースとかファイルに入れる方法だと思うので、まあ丸めたくないとか折りたくないとか綺麗に持って帰りたいっていう方は、あらかじめそういうのが入るケースとか、あとは大きいカバンとかに大きいファイル入れるとか、そういうのをした方がいいと思います。そして次はコースターなんですけど、コースターはですね、ドリンクとフード、どっちも種類が変わらなくて、私は今回4枚もらってきました。で、来てくれたのが、はい、こちらの、まず最初に炭治郎くん、そして、伊之助くん、義勇さん、ねずこちゃん、こんな感じになっております。めちゃくちゃ可愛いですよね、今回のコースター。やっぱり鬼滅は和風な、感じのデザインになっててめちゃくちゃ可愛いです。今回実は何も交換をしていなくて、とりあえず今回のスイーツパラダイスの目的が、私ねずこちゃんがこの中だと一番好きだなと思ったので、とりあえずねずこちゃんのコースターをゲットしたいなと思ってたので、すごく嬉しかったです。交換とかもねして、これねずこちゃんがミニキャラの方なので、こっちの義勇さんとかの等身の方も欲しいなって思ったんですけど、やっぱり一般のお客さんとかもいるので、ちょっと誰がね、鬼滅コラボに来てるかとか、まあ、メニュー、食べてるメニューとか見ればわかるかもしれないんですけど、なかなかわからなかったので、ちょっとあんまりうろついちゃうと、他の方の迷惑になるんじゃないかなと思って、今回はそのまま持って帰ってきました。はい、こちらのコースターは4人が来てくれました。ねずこちゃんめちゃくちゃ嬉しかったです。あとは食レポみたいな感じなんですけど、今回私は炭治郎のカレーと善逸のオムライスとねずこの和菓子セットと伊之助のホワホワパフェを頼みました。私今回ちょっとドリンクの方を頼んでなくて、まあ、なぜならドリンクの方にね、ちょっと飲めるドリンクがないっていうね。はい、本当にちょっと未だにお子ちゃま舌で、で、フードの方なんですけど、チキンカレーはですね、食べた感じ、甘いよりは、ちょっと辛めのチキンカレーっていうか、スイーツパラダイスって基本ケーキじゃないですか、バイキング。だから交互に食べると、めちゃくちゃ進むんですよ。だから結構フードとか頼む方が多いんじゃないかなと思います。で、善逸のオムライスも、ふわふわした感じのオムライスで、私オムライス本当に大好きで、本当に大好きだったので、めちゃくちゃ美味しかったです。で、ねずこの和菓子セットは、ちょっと私ねずこの和菓子セット食べてなくてわからないんですけど、すごいもう、めちゃくちゃ見た目が可愛かった。見た目が可愛かったです。で、伊之助のパフェなんですけど、伊之助のパフェは結構甘いものを好きじゃないと食べれないと思います。ちょっとどのくらいの甘いもの好き、かわからないんですけど、結構ね、もうチョコクリームのところにチョコアイスが乗ってるので、プラスケーキバイキングとかもあるので、結構またね、ドリンク頼んだ方とかいると結構甘い
物好きな方じゃないと結構胃もたれというかきついんじゃないかなって思います。いろんな方のデポとかも見てたんですけど、結構ドリンクが甘いみたいなので、私どちらかというと甘いものというよりはしょっぱいものを食べていたいというか、結構甘いものなかなか食べないので、ちょっと今回はドリンクをやめてフードを4品頼みました。でもその分もうめちゃくちゃお腹いっぱいになってしまって、全然ケーキバイキング食べれなかったんですけど、はい。そして次はグッズの紹介なんですけど、今回グッズの購入特典があってですね、2000円ごとにオリジナルポストカードをランダムで1枚プレゼントということで、私ももらってきました。こちらは全6種でかまぼこ隊プラス義勇さんとしのぶさんという感じになってます。で、私5枚もらってきました。ちょっと今回動画で紹介しないのも購入してるので5枚もらってきました。で、来てくれたのが、はい、まず1枚目は伊之助が来てくれました。そして2枚目が、はい、善逸くんが来てくれました。ちょっともう後ろとかね見えちゃうんですけど、そして3枚目が炭治郎が来てくれました。そして4枚目がねずこちゃんが来てくれました。そして5枚目が義勇さんが来てくれました。ちょっとねこれしのぶさんがいないんですよね。ちょっと惜しいことをしたなって思いました。なんか1枚だけないとどうせならコンプしたいっていう思いが出てきちゃうんですけど、かといって今更言ってもね、多分永遠にしのぶさんが来ない可能性があるので多分無理だと思うんですけど、こんな感じでもらってきました。めっちゃ可愛いですよねこちら。ぜひねしのぶさんコンプしたいって方は金額をちゃんと確認して購入してみてください。それでは買ってきたグッズの方を紹介していきたいと思います。まず最初にこちらのアクリルスタンドを購入してきました。こちらはですね1個1500円になっています。で、こちらのアクリルスタンドはかまぼこ隊プラス義勇さんとしのぶさんが販売されてました。なんかデザインがやっぱ鬼滅ってすごい和風なので、なんて言うんだろう、ちょっと昔のデパートのなんかカフェみたいな感じで、なんて言うんだろうな、結構めちゃくちゃ可愛いです。好みです。なんて言うんだろう、なんて表したらいいかわかんないんですけど、なんかちょっとね和風っぽいというかアンティークっぽい感じでめちゃくちゃ可愛いです。そして缶バッジも購入してきました。こちらはですね1個600円になってます。で、購入してきたのがまず最初にねずこちゃんが1つ、そしてしのぶさんが1つ、そして善逸が1つ。私は3つ購入してきました。ちょっと最初はねずこちゃんだけ買おうと思ってたんですけど、やっぱり見ているとしのぶさんも欲しくなっちゃって、で最後にね善逸も欲しくなったので、こちらの3人を購入してきました。この缶バッジは1個600円で缶バッジにしては高い方なんですけど、大きさが普通の缶バッジより大きい感じで、キャラもね分かってるので結構めちゃくちゃこちらはおすすめになってます。ぜひこの6人の推しの方は購入してみてください。デザインもすごく可愛いです。そしてこちらのマスも購入してきました。ちょっとこれ珍しいグッズだなと思って購入してみました。こちらはですね1100円になっております。なんかめっちゃ珍しくないですかね。なんか鬼滅ながらのグッズだなと思いました。ちょっとこれは今袋から出してみたいと思います。はい、出してみました。なんか本当にガチの木の香り、もう触っただけでなんかもう指につくくらいすごい強い木の香りがするんですけど、デザインはこんな感じになってます。ねずこちゃんがいて何もなくて、このスイパラのロゴと、まあ、何もないっていう感じです。で、一応コンペイトが入ってます。結構ね少なめで1100円だとね結構お高めかなーって思ったんですけど、
やっぱりすごい珍しいし、なんか記念になるかなと思って購入してきました。ちょっとこれ買ってよかったです。めっちゃ可愛くないですか？なんか珍しいし。そしてトレーディンググッズもいろいろと購入してきました。まず最初に今回のスイパラのイラストの缶バッジを2個購入してきました。これはあの6人だけじゃなくて他の柱も含めて全部で13種類になっています。そしてこちらのめっちゃ反射するので隠すんですけど、こちらのトレーディングアクリルスタンドの方も購入してきました。こちらもスイパラのイラストです。そしてですね、先行販売の商品も購入してきました。先行販売は全部で3つあったんですけど、まず最初にこちらのもちコロリン2の方を購入してきました。こちらは柱のものになってます。そして先行販売のペタンコの方も購入してきました。柱の方も購入して2つ購入してきました。これはこっちにね、かなおちゃんがいるので、またこちらも開封したいと思います。はい、こんな感じで今回は鬼滅の刃のスイパラコラボの方に行ってきたので、購入品などいろいろと紹介しました。もうめちゃくちゃ楽しかったです。本当に楽しかった。今回開封できなかったグッズはですね、また別の動画で開封しようと思っているので、ぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。ぜひぜひ皆さんもスイパラの方に行ってみてください。はい、それでは本日も最後まで見てくださり本当にありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンなどぜひぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。